異性調査員リザ・ルーナ。常識外れの頭脳と技術であらゆる不可能を可能にしてきた。そんなリザが今地球の生き物に手を焼いているらしい。その生き物の名は猫。かわいい、かわいすぎる。過去観測されている宇宙生物は66兆種以上だが、どれも比較にならない。あー、スリスリ中だ。これはマジで宇宙人かもしれんな。挙動が人知を超えてますわ。猫と生きるということは猫の下僕になるということなの。そんなの、そんなのはかわいすぎる。お客様、リザちゃんの星の兵隊が攻めてくる。彼らが地球に降り立ったのサインは猫に出会ってしまう。リザ、お前何を隠している。全然わかんない。見ててくださいよ猫。これは、はあ、かわいいに飲み込まれる。かわいさのブラックホール。どうしたんだこの人。もう無理、かわいし、かわいすぎ。